はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校の国語副詞丸一をお送りします。で、前回連体詞が終わったので次は副詞ね、今回ここから始めていくと。で、今回最初に動画の使い方を先に説明させてください。で、なんでかっていうと今回ポイントしかないんです、副詞で。ポイントなんですけど、番号を振ってるのがここしかない、1番2番が。で、それだけが問題なのかと思うんですが、ぜひやってほしいのが、副詞っていうのは3種類あります。こうやって状態、程度、叙述って書いてあるんですけど、叙述の中にこういう風にね、またグループ分けされるの。推量、打ち消し、疑問、願望、仮定、例えて、ちょっと言い方が違うのもあると思うけどね。で、それぞれ副詞っていっぱい種類があるんだけど、例えば叙述の中の推量ってこういう言葉があるよねっていうのを思いつくのを最低1個ぜひ書いてみてください。で、自分もこれ実際こうね、説明していく中では有名なやつを3つぐらいは書いていこうと思うので、もしかしたらちょっと当てはまらないかもしれないんですけど、こう叙述の推量ってこんなやつだよねって思いつくのをぜひ書いてみてください。まあそれも問題だと思っていいかな。なので、それも含めてできそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、まあこの辺も含めてね、ちょっと不安だなと思うようであれば、今から全部ね、説明しながら解説ね、回答書いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番の方から穴埋めやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。ちょっとごめんね、いつもと違うくてね、タイプがね。で、今回から副詞をやっていきます。おそらく動画2本だと思うんですけど、で、副詞っていうのはまず自立語です。いい？で、またここも前回の連体詞もそうでしたけど、ん？自立語？と思う子はぜひ15番の動画、表が載ってるやつね、で確認してください。自立語グループに入ってます。で、活用はあるかないかっていうと、ありません。だからここまでは連体詞と一緒です。自立語で活用がない。で、またポイントなのがここ、主にほにゃらら修飾語になります。これまず答えから書いちゃいましょう。何修飾語か、これは連用修飾語になります。なぜなら連体修飾語になるのが連体詞だから。で、連用修飾語になると、副詞はね。で、どこにポイントがあるかっていうと、もちろん連用修飾語、これも覚えてください。なんだけど、ここです。これ地味に大事。主に。これは、連用修飾語が全部副詞。ちょっと言い方間違えました。ごめん。副詞が全部連用修飾語ってわけではありません。連体修飾語と連体詞ってこうもう繋がってるんですけど、連用修飾語じゃない副詞もあります。あるんだけど、ほとんどが連用修飾語になるので、まあそれね、ほとんどなんだってことをちょっと、ね、頭の片隅に置いといてください。では、行きましょう。3種類の副詞ですね。で、副詞っていうのはさっき言ったように連用修飾語がメインです。メインなんですが、それともともに3種類の副詞に分かれることを覚えてください。で、その3つが状態です。で、程度、叙述です。この3つ。で、まず状態からいきます。で、これは全てではないんですけど、例えばこんなやつ、これ副詞ね、全部書いてるの。ゆっくりと、これはゆっくりでもゆっくりとでも両方副詞になります。どっちもね。あと、いきなり、しばらく、ゆらゆら、あとゆらゆらと、あとこれは犬が鳴くときね、ワンワンとか、ワンワンともそうです。この辺が、副詞、状態の副詞になります。つまり、まあ状態って言ってるんで、どういうものかっていうと、どのようにっていうのを表すものが副詞なんです。だからゆっくりと、どんな風に歩くの、ゆっくりと歩くのみたいな、いい、そんな感じです。犬が鳴くでもいいんだけど、犬がワンワンと鳴くっていうと、どんな風に鳴いてるの、ワンワンと鳴いてるのって、そんな感じを表すのが状態の副詞です。で、次が程度です。程度は、例えば、とてもとか、かなり、少し、大変。これは大変っていうのは、ああ、忙しくて大変だ、とかではなくて、強調するときに言うやつ。大変素晴らしいとか、そんな感じは。で、大変。あと、随分とか、もっとです。いい。この辺を表す。で、この辺がどういうことを表してるかっていうと、結局、どのくらいっていうのを表します。いい？例えば、じゃあその問題は難しいっていう言葉があるとするじゃん。でも、その問題はかなり難しいって言うと、どのくらい難しいのっていうのが表現できるよね。そういった感じのどのくらいです。で、今難しいっていうのを例えに出しましたけど、例えば、
どこに載せたっけな、あれです。言葉でない時間とか方向とかを表すことが多い。例えばもっとあるね、もっと上とかもっと下とかで使ったり、方角を使うんだったら、まあここに書いてないんですけど、ややとかも入るんですよ。でやや東とかやや西とか、いい、そんな感じで使うといいですね、程度に関しては。で副詞は個人的にはすごく厄介なんですよ、苦手だったんで副詞っていうのが。でどうすればいいかっていうと、まあ覚えるのは一番楽です。ここに載ってるの、もちろんいっぱい種類があるんで全部覚えきれないからね。例えばこんなやつだよなって覚えておくと、この辺覚えておくとね、じゃあ程度でどのくらいってことを表してるのが副詞だったなって。だから言葉が若干変わっても、あれこれってどのくらいを表してるから程度の副詞なんじゃないみたいな感じでいける。なのでひとまずここに書いてるやつは覚えてしまうといいかなと思います。でラスト序述ですね。で最初にも言いましたけど、テキストとかによっては多分陳述なんて書き方をすることもあると思うんですが、自分が参考にしている教科書が序述なんで、ちょっとこれでいきます。でこの序述はですね、まあ6種類分けましたけど、これも教科書とかテキストによってね、種類がちょっと違うんだよ、書き方もね。申し訳ないんですが、今回はこの6種類でいくと。で序述に関してはある言葉を持ってきます。これ副詞ね。で、ある言葉を持ってくると、セットである言葉が反応して出てくるみたいなイメージ。こいつを召喚するとこいつも出てくるよ、みたいな言葉が叙述なんです。俺のイメージはね。で、どういうことかっていうと、例えば水量、ここからいきます。で、ちょっと水量って言葉ね、なんかイメージつきにくいと思うんですが、3ついきますよ。まず、多分です。あと、きっと、もう一個、おそらく、この辺が水量に入ります。多分、きっと、おそらく、ちょっと意味似てるでしょ、全体的に。まあ推測してる感じ、予想してる感じで、多分そうじゃないみたいな感じの。でこの言葉が副詞です。多分、きっと、おそらく。でこれを使うことで何の言葉が召喚されるかっていうと、例えばこれ副詞じゃないからね、だから青で書きます。だろうとか、でしょう。この辺の言葉が召喚されます。多分、なんとかだろうとか、きっと、なんとかでしょうって。この多分ときっと、おそらくもそうですけど、それを使うことで、この言葉が出てくるでしょ。だいたいそれで使おうとしたら。だから、この言葉を使うことで反応してこっちが召喚されるの。こういうのが叙述と言います。いい？これがまず水量ね。で、次、打ち消しです。ね、打ち消し。で、打ち消しはね、ちょっと多いんですけど、書ききれるかな？いきましょう。例えば、消してとか、ちょっと見ながらごめんね。消して。で、次、全然。で、あと3つぐらいいけるかな？少しも、いこうか。少しも、到底、あと必ずしも、この辺が打ち消しに入ります。でこれが何の言葉を召喚するのかっていうと、まあ、打ち消すんで、これシンプルです。これを召喚します。ちょっと綺麗だね。ないです。決してほにゃららない、少しもほにゃららないとか、少しも面白くないとかね、そんな感じの。いい。で、必ずしもなんとかでないみたいな。このないって言葉を召喚するこの赤のグループ、ここ。これが副詞になります。で、今回なんでこの召喚される方の青の方もわざわざ書いてるかっていうと、ここも覚えておくといいです、絶対。さっきと同じで、例えば程度であれば、これを覚えておくと、あ、こういう言葉が副詞なんだって、なんとなくの感覚がつかめる。そうすると今まで覚えてなかったものが出てきても、あれこれってあの辺と似てないって、あ、これ副詞かもみたいな感じでいけるんです。でこれも同じ、例えば決してほにゃららないとか、多分なんとかでしょうって、そこまで覚えておくと、あ、それと似てるからこれも副詞、あの水量のやつじゃないみたいな感じで解くことができます。なのでちょっとね、めんどくさいんですが、そこまでできれば覚えてください。で次、疑問ですね。で疑問はね、もう疑問ってわかりやすいんで、シンプルに2個いきましょう。なぜって疑問っぽいでしょ。あとどうしてって
この辺が疑問になります。で、これね、何召喚されるかっていうと、かなんです。で、普段、ね、自分たち、俺もそうですけど、使ってる言葉だと、なぜなんとかなのって、どうしてそうなんとかなのって使っちゃうんですけど、ちゃんと言うんだったらかがつきます。なぜほにゃららをするのかとか、どうしてほにゃららをするのか、ほにゃららを考えるのかとか、かがつくはずなの。だからそれが召喚される。なんとかなのかみたいな感じで、これが疑問で、次は願望です。まあ願望なんて望みですよね。願い、望みが入る。で、これが副詞がですね、例えば是非とか、あと次どっちからいこうかな、どうかからいこうか、どうかとか、どうぞとか、この辺が副詞になります、願望のね。で、これ何が召喚されるかっていうと、まずくださいですと、もう一個たいが召喚されます。これはたいはしたいとかのたいね。ぜひほにゃららしたいとか、ぜひあることに参加したいとか、ぜひなんとかしてくださいとか、どうぞなんとかしてくださいとか、そんな感じでくださいとかたいが召喚される。で、副詞はぜひ、どうか、どうぞ、この辺が入ります、願望にね。で、次仮定です。で、仮定っていうのは例え話みたいな感じ。あ、例え話じゃダメだ、例えこっち入っちゃうね。もしみたいな話です。いい。で、まあ仮定は一番有名なのは今言ったもしです。多分これが一番有名、よく出てくる。で、他にもこっちに例えって入ってるからちょっとね、違和感あると思うんですけど、例えなんとかならみたいな感じの例えも入る。で、あとが、仮にか、この辺も入ります。いい。まあこの3つにしとこうかな。で、これは何が召喚されるかっていうと、てもが召喚されます。もし、なんとかしても、なんとかみたいな感じ。いい。もし勝てなくてもって、そんな感じ、てもが入ってくる。たとえなんとかてもみたいな感じね。いいかな。これが仮定です。で、最後たとえですね。で、たとえはまあまるでが一番出てくるね。まるでなんとかのようだみたいなたとえです、まるで。で、あとはまるでだけでもいいんですけど、一応書こうか、さも、あとちょうどですね。まあこの辺です。まあまるでがやっぱ一番有名かな。で、これは召喚されるのがすごく分かりやすい。例え話をしたいので、ようだが来ます。まるでなんとかのようだって。ね、例えばすっごい可愛いね、ちっちゃい女の子がいたときに、まるでお人形のようだみたいな感じ。そんな感じで使う。で、さももそんな感じね。さもなんとかのようだとか。で、ちょうどもちょうどついたみたいな、ちょうどじゃなくて、ちょうどなんとかのようだって使うときもあるんです、ちょうど。で、それで入る。いいかな。まあ、こんな感じでね、副詞はちょっとややこしくて種類も多いんです。ね、多いんですが、ぜひね、まあ、この辺はこう覚えて、パターンを掴んでもらえたらと思います。では、今回は中学校国語、副詞丸一をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回の丸には、ちょっと今回問題演習がないので、問題演習を取り上げると思いますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。